ムータントが怖くないってか。俺たち好みのやつだな。よ、ダイヤモンドシティを探しているのか。看板に従えばいい。開けられないだと？ふざけるな、ダニー。こんな見つかりやすい場所に立たせるつもりか？あなたを入れないよう命令されている、ミズ・パイパー。すまない。自分の仕事をしているだけなんだ。もう！自分の仕事をしてるだけ？ダイヤモンドシティを守るためには、私を入れるなってこと？ああ、見て！あの怖いリポーターだーって。すまない。だけど、マクドナウ市長は怒ってるんだ、パイパー。あなたの書いた記事が嘘だらけだと。市全体が興奮状態なんだ。ダニー・サリバン、直ちにこのゲートを開けるんだ。私はここに住んでいるんだぞ。いきなり締め出すのは間違ってる。聞こえているんだろう、ダニー。ゲートを開けるんだ。あなた、あなたはダイヤモンドシティに入りたいんだよね。何？誰だ？し、協力してくれないか。なんだって？クイーンシーから来たトレーダーだって？雑貨店の在庫の一月分ぐらいの物資を持っているみたいだね。聞こえた、ダニー。ゲートを開けて私たちを入れる？それともあなたがあの気の狂ったマーナにこの物資を入れ損なったことを話すかい？全く分かったよ。そんな当てつけがましく言わなくてもいいだろう、パイパー。ちょっと待ってくれ。ダニーが気づくならない。さっさと中に入った方がいいね。この場所、ダイヤモンドシティ、何なんだ？あ、グリーンジュエル？いいものだよ。連邦で名のある人はみんなここの出身か、ここに住んでいるか、ここから追い出されたか。大きな壁、電力、配管工事、学校、マヌケ守衛などがこのダイヤモンドシティを巨大な怪物にしているんだよ。好きか嫌いかは別として、もうすぐ自分で見てわかるさ。行こう。パイパー、誰がお前を入れた？サリバンにゲートは閉めとけと伝えたはずだ。このうさんくさい悪口ばかりの先導者め、お前の記事のデタラメさと来たら、あの印刷屋をバラバラにしてやる。すごい発言ですね、ミスターマクドナウ。暴君市長、新聞を打つ新顔さんに聞いてみましょうか。ニュースを支持する？だって市長は言論の自由をゴミ箱に捨てようとしているんだよ。どこの新聞のことを言ってるんだ？私たちのパブリックオカレンシズよ。真実を追求している。それで私たちの味方なの？いつも報道の自由を信じてきた。おっと、君をこの口論に巻き込むつもりはなかったのだが、ここの市民としての適性がありそうだ。連邦のグレートグリーンジュエルへようこそ。安全、幸せ、訪れるのによし、お金を使うのによし、定住するのによし、この醜聞あさり女にざれ言を吹き込まれないでくれよ。分かったかね？二人は何を言い争っているんだ？何だと思う？嘘を印刷すればみんな幸せだけど、真実を印刷すると。それで何か理由があって私たちの町に来たのかね？人を探しているんだ。人を探してる？誰のことだ？俺の息子ショーン、まだ1歳にもなっていない。待って、あなたの息子が行方不明なの？おや、聞こえたのかい、マクドナウ。ダイヤモンドシティセキュリティはどのようにしてこの男性を助けるんだ？あ、これはここで提出される最初の失踪届ではないだろう。
それに今回彼女には耳を貸すな。我々のセキュリティチームは残念なことに全ての事件を追うことはできない。だけど君がここで助けを得られると自信を持って言える。ダイヤモンドシティでは人間が考えられる全てのサービスを提供している。我々の素晴らしい市民の一人が君を助けてくれるに違いない。大都会の市長なら全員知っているはずだ。誰が助けてくれるんだ。そうだな、この人はどうだろうか。ニック・バレンタイン。彼は探偵のようなものだ。追跡を専門としている。普段は借金やらのトラブルのために動いている。では私はもう行かなければ。ダイヤモンドシティセキュリティの時間が取れなくてすまない。だけどミスター・バレンタインの料金は手頃のはずだ。ふざけてる。ダイヤモンドシティセキュリティは一人も派遣できないということなのか。真実を言うんだマクドナ。セキュリティが誘拐を全く操作しない。もううんざりだパイパー。これからはお前とお前の妹に注意勧告する。はいはい、なんとでも言うがいいさマクドナ。喋ることしか脳がないんだからな。感心したよ。マクドナウが強く握っている情報を引き出せるのは想像できることじゃない。バレンタインに会った後に私のオフィスに寄ってみないか。次に書く記事を見つけたかも。反撃する奴がいるのか。インスティチュートには敵がいるはずだ。そうだろ。レールロードの幸運は永遠には続かないって言ったはず。何か問題でもあるのか。もうニック、また雨の中から迷子がやってきた。少し遅かったかな。もう閉まってるわ。忙しいのは分かっているが時間は取らせない。大事なことなんだ。そうね、ごめんなさい。無礼な態度を取るつもりはないのだけど、探偵が行方不明なの。彼の探し方の手がかりは。彼はある事件を追って失踪した。スキニーマローンのギャングが若い女性を誘拐し、彼はパークストリート駅の隠れ家まで彼らを追跡していた。そこには古いボルトがあり、彼らは基地として使っていた。ニックには罠にはまりに行くようなものだと言ったんだけど、彼はいつものようにただ笑って出て行ったわ。このスキニー・マローンというのは誰だ。彼のことはよく知らないけど、グッドネイバーから来たらしいわ。つまりシワ一つないスーツとマシンガンが制服の暗殺者養成所にいたってことよね。マローンはグッドネイバーから来たと。ええ、タフなネイバーよ。ノースイーストにある。そこの権力者たちは2つのことを気にかけている。スタイルと死者数よ。ああ、もちろん力になりたいが多少費用の問題がある。お金ですって。125キャップならオールドレイニーデイ基金にあるわ。さあ、今ボスの命の話をしてるんじゃないか。いいわ、150キャップにしましょう。彼を見つけ出す約束するよ。ありがとう。ニックは簡単に見分けられると思う。いつもくたびれた帽子とトレンチコートを着ているから。お願い、急いで。